監査法人の人ってすごい お堅いなんか人が多そうなイメージを持たれるんじゃないかなと思うんですけども、すごくフランクで、今の上司のパートナーとかマネージャーとかも含めてこうちょっと北海道に遊びに行ってみたりだとか、そういった交流もあるようなすごくフランクな社風なんだなっていうのはちょっとギャップでしたね。監査ってあんまり身近なものではなかったんですよね。なのでシステムプロセスアシュアランスなんで、なんかこう IT システムのチェックをするんだろうなみたいな。監査ってやっぱりそのチェックする保守的な仕事だなっていうイメージを持っていたんですけども、結構そのデジタルトランスフォーメーションみたいなところもこう意識して、こう先進的なことをちゃんと考えた上でやってるんだなっていうのはすごく印象に残ったところでした。自分が今までこう培ってきたキャリアにその監査のスキルっていうのをこう身につけて、この先融合させていくと、今までのこうキャリアも役立ててどんどん幅を広げていけるっていうような将来像を描くことができたっていうのが一番大きかったかなと思います。クラウドの構築していくようなスキルっていうのは持っていたんですけども、でもこれを今チェックできる人ってあんまりいないんだろうなっていうのは感じていて、何かを作ってきた人っていうスキル、そこにベースとなるその監査だったり評価のやり方みたいなスキルを合わせていくと、評価を受ける側の人たちにも寄り添って評価ができるというか、そういったところに多分自分であればなっていけるんだろうなっていうのはこう漠然と感じていたところです。入賞しまして、で当時会計監査の中でこう IT システムをチェックするシステム監査というような仕事を大体全体の2割くらいと、監査法人の中のコンサルティングがアドバイザリーと呼ばれているんですけども、そういうアドバイザリーの業務が大体8割くらいみたいな形、クラウドの、セキュリティみたいなところであったりだとか、ソフトウェアのライセンスの管理みたいな IT 資産管理という分野でサービス提供しているんですけども、そういったようなアドバイザリーなどを担当してきました。新しい仕組みを作っていくといったところにチャレンジできるっていうのが前職と本当に大きく違うところかなと思いました。もう世の中的に影響力のある制度みたいなものの設計段階からこう関与できるような経験もありましたので、すごく貴重な経験だったのかなと思います。評価系のアドバイザリーと呼ばれるような何かをこう基準だったりルールに基づいて評価をしていくようなプロジェクトっていうのが結構多くありまして、でその評価系アドバイザリーで貯めたナレッジの専門性をもとにしていろんな体制を構築するようなアドバイザリーにもこう生かしていけるというようなところ、これが監査法人でのそのアドバイザリーをやっていく醍醐味というか一番いいところなのかなというふうには感じております。転職した頃には何にも知らなかった分野について本当に多くの専門性を得ることができて、いろんなお客さんではこうなんだっていうようなそういった事例を本当に何十件もこう実際に経験して積み重ねてきたので、そこをこう語ることができるようになったっていうのは転職した直後と比べて成長したところなのかなと思います。PWC っていうのは日本の監査法人の中ではそのグローバルとの連携だったりグローバルプロジェクトみたいなものが多いんじゃないかなっていうような印象を抱いていて、自分一人ではこうできないような規模のものをやっぱりこういろいろとこうチームを作って進めていくことでこうデリバリーすることができるといったところは非常に感じているところではあります。我々スパーの仕事としてはやっぱりそのデジタルの領域において転ばぬ先の杖となるようなアドバイスをしていくっていうのを多分みんなが心がけてるんじゃないかなと思っていて、細かい指摘もすることももちろんあるんですけども、クライアントの方が目指しているところにちゃんと寄り添ったような助言をするっていうのは非常に心がけているところですね。管理職以上の方が多くの時間をかけてですね、しっかりと評価をしていくといったところに非常に驚きましたし、ここまでできるようになれば次の職階に上がることができるんじゃないかなというのを明確にイメージして日々の業務に取り組むことができるので、モチベーションも上がるかなと思ってます。多様性を受け入れる文化と、あと風通しの良さなのかなというふうに思います。いろんな能力だったりいろんなバックグラウンドを持った人間が集まってチームを組んで案件をデリバリーする、英語は苦手だけどクラウドは得意だったりだとか、
他にこうクラウドはよくわからないけど英語が得意な人だったりもいたりするんですけども、そういう得意なところをこう掛け合わせてですね、いつも案件をデリバリーしているといったところ、まあ、多様性を受け入れる文化が整っているといったところですかね。監査とかって全然やったことがない方も非常に多いんじゃないかなと思っているんですけども、本当にそのなんか監査だったり物事を評価するスキルっていうものは持っているスキルと掛け合わせるとなんか相乗効果ですごく何でしょうね、伸びていくものなのかなと思いますので、今まで経験したことのないフィールドかもしれないんですけども、臆さずチャレンジしていただけると道が開けてくるんじゃないかと思っております。